今日はねちょっとゴロタサーフ来ています。ちょっと磯がね絡むようなポイントなんですけれども、頑張っていきますよ。先発ピッチャーホルガ・リップレス、さあやってみましょうか。結構ね沖にもちょっと岩っぽいのが散出しているものが見えます。だんだんね潮位が今の時間から下がってくるようなタイドグラフになってました。まあ、本命ポイントはねちょっと平日なのに人が小場所で結構入ってたんで諦めました。ほんでちょっと近くのねサーフ行ってみようってことで初めて来たんですけど、雰囲気めっちゃいいですね。めっちゃいい。まあ、水深はねそんなにないです正直。なんで飛距離の出てシャローの引けるようなルアーでやっていきます。暗くなってきて雰囲気も良くなっていますんでね、引き続き頑張っていきましょうか。まあ、こういうねゴロタみたいなサーフがねずっと続くんですね。いろんなところでやってみましょうよ。もう基本に忠実なただ巻きで頑張ります。たまにね流れ星みたいなのが見えたりしますね。何をお願いしましょうか。まあ、今の状況を変えてみるとメバル来てくださいとしか願いようがない。びっくり、あー大変、ピックアップ寸前、メバルができました。あーびっくり。 SPM55 ですね。ほんまに足元もう回収やねって時にバチバチーン来ましたね。大変大きいメバルですね。 SPM 今日もありがとう。ダブ26予想測るで、だいたい25ぐらいですか。25センチ。よいしょ。またねオルガリップレスに変えて釣ってみます。これでちょっと釣りたいなと思っとったんで頑張ろう。よっしゃ、クーダー、しゃ、クーダーで、わあ、ツッコミ、なにこれ、よいしょ。はい、オルガリップレスメバール、あーらまー、ふぅー、コン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 ってついてくるようなあたり。ほんで、なんぼだろう。さっきよりもちっちゃかったけど、メバルっしたね。ぼやかした。まあちょっとバラしてしまったんですけど、カメラにはちょっと映ったかな。まあフロント一本でやべえと思ったら、案の定です。でもオルガリップレスさん、これでメバル勝ったんで、嬉しいですね。これで釣りたいっていうルアーで釣れたとき、めっちゃ嬉しいと思います。次はバラしませんように。神様仏様お願いします。さっきはね、沖に見える、あ、当たった。あー、続かない。今当たったよ。ココンって、ちっちゃい当たり。まあ、先ほど釣れたポイントと同じようなコースに投げて巻いてるんですけど、さっき、いや、当たりましたね。とりあえずもう一回、同じコース。沖の方に、まあ、見える、まあ、ちょっと乾湿した岩の横ぐらいを、来た、食うた、よっしゃー、同じコースいただきました。よっしゃー、あーこれも一本だわ、やべえよ。はい、よいしょ。あ、サイズダウンですけれども小さいメバルさんをゲットですね。まあ、これも16センチ17センチぐらいのちっちゃいメバルですね。まあ、ちっちゃくたってプラグにガンガン当たってきたり食ってきたりするんで、なんかめっちゃ楽しいですね。まあね、ちょっと同じところ投げて、まあ、同じような感じで食ってきました。もうささっと逃がしましょう、ちっちゃいんで。さようなら。
まあ、沖に見える岩のそばをスーッと波ぐらいのリトリーブで聞いてきたら、ちょっと抑え込むような当たりがあって、そこから合わせるやつできました。軽くキャストしてゆっくり巻くだけ。ただ巻きでいいんです。いいんですね。結構当たりがあるのはありがたいです、モチベーション的にね。やっぱ寒い中こんな暗い磯っぽいゴロタサーフで一人で釣りするなんて心細いですよ。相手してくれる魚がねいたらいいんです。寂しくなんかない。相手してくれたらいいんです。ちょっとね流れが引き出してきたような感じですね。ぐーっとなんか持ってかれるような感触で持って伝わってきます。しゃあ、なんやなんや、おーっよっ、メバール、オルガリップレスです。これはねなんかゴーッと追っかけてくるような当たりで食いましたね。さっきからなんかちょいちょい当たるなっていうような、でもかからんっていう当たりがあったんですけど、23ぐらいですか、そんくらいのメバルです。 Thank you。 バジリスクタイム。結構ね当たりはあります。まあ、さっき釣った一匹も当たりがコンコンある中でなかなかかからないな。これでやっとかかった一匹ですね。で、まあ、ちょっと早合わせをしてバラしてしまった魚もいたんで、まあ、しっかりね重みが乗ってくるまで我慢してみましょうか。お、当たる。よっしゃ、来た、乗った。結構走る。お、肩いいんちゃうかな今回。よっ、あーくそー、あーくそー、肩やったんに甘いんだよ爪が。ダメダメ。いやでも毎頭ね何かしら当たるんでむっちゃ楽しいっす。今の肩良かったのにな。今のもねゴーッとグッと重み乗ったんで合わせました。結構メバル浅いとこにいますわね。それにしてもオルガリップレスすごい優秀だな。もう感謝ですよ。飛距離も出ますし、こういうシャローを攻めるときにはすごくありがたい。心強いですね。オルガリップレス感動した。帰ります。ちょっとね地合いが終わったのか当たりがかなり遠のいたんで、時間ですしそろそろ帰ります。まあ、初めて来た場所やったんですけれども、まあ、動画外でも当たり結構ありましたし、かかってもバラしてしまうものもありました。まあ、とにかく魚がいることが分かったんで、これからもねちょいちょい通ってみようかなと思います。じゃあ今日はここまでにします。さよなら、バイバーイ。